ばんは。今週もやっていきましょう。金曜定例配信会でございます。よろしくお願いします。
Oh!
Hadouken!
Thank you.
Can't win. Round two, fight. Zycon.
Yeah!
Yeah!
あ多分大丈夫にゃにゃにゃん。あ、すいません、お待たせしました。じゃあ第44回四季の細い道始めたいと思います。最初のプレイヤーは 1P 側がゴーさんの剣、 2P 側が裏ケニさんの、さあ裏ケニさん、さっき調べていた S ホンダのコマンド無事成功。前飛びが通りまくる。さあ剣のゲージが少ないがこの距離、そしてこの相性ならばこっから多分いけるんですが、生地突き食らってまずは裏剣さんが一本。ガードさして鉄破体育、最後ははめ殺す。さあ2番手瀬尾さんですね。瀬尾さん、最近よく来てくれる瀬尾さんのベガですね。相性的には、相性的にはエソホンダかなりイケてると思うんですけど、よくわからないうちに裏切りさんがやられてしまいました。さあ続いてカワシム、カワシムさん、カワシムさん、カワシムさん、ザンギエフですね。さあ、カワシム、カワシムのザンギエフ、さあ、受け取っているが、カニ、逃げ中継、ダブルで当たる、ピオール、ゲージもない。
地獄すぎるダイヤシピヨットのはちょっと強打運がなかったか。ダイエットからスクリュー、溶かして溶かしてジャンプで逃げるんだろうと、ワンチャンで殺しにかかる。さあ次ロードさんですね。さあ S 剣、ロードさんの S 剣と川島のザンギエフ、グラッパー置いてある。波動拳もらって、怪しい。ロードさんが踏み込み中足を使うようになっている。以前の残機戦で見なかった動き。さあ内スクリュー止まって怪しい、ダブラリ、最後は削りと見せかけてちょっと待ってからやっぱり削る。弾踏んでダイヤシ、中足と波動拳がいい感じに機能して体力ドットと、まだ早いか。まだ S 剣のパワーなら一発圏内ですね。止まれて、惜しい、チートがいっちゃった。さあ上り系ロードさんすごく我慢したんですが、勝ったのはカーシム。次セロテープさん、セロさん剣ですね、S 剣で。続いて 1P 側が千本さんのベガ、 2P 側が川島のザンギエフ。
流。10番ああいうチョッケで溶かしてゲージがあるぞ、かわしてダイスが上がったの食べ端、いい HP 投げて、さあ時間が体力がどうするのこれ、直勝系下に判定が超強いやつですね、さあ生ダブルに入って、おっと寄らない、運がいい、ガチパン溶かして生きている、最後は上り昇級、次シャルさんですね、さあシャルさんのガイル僕あんま見たことがないですね、タブの使い方がいい感じ、林タイク出ている動き、さあ左手潰して画面端出なかった、さあ厳しいか、1回入った、さあワンチャン圏内、思い切って飛んでみたがサマー待ちで、逆の逆でね、さあ開幕ダイヤシから、さあトラグって画面端、おっと刺して、コントの飛びは通ったんですが、上り蹴り飛んでみたかダメさ、思い切ってめぐりに行ってみた、さあ痛い、超痛い、あー最後のスクリューがなければ、勝ったのはシャルさんのバイソン、シャルさんのガイルですね、さあ続いて小江戸さんもガイル、さあガイルガイル、ワンピー側のちょっと濃いめのガイルがシャルさん、スーピー側の青いターボカラーのガイルが小江戸さん、さあソニック踏んで投げに行ってみる、投げ返す、さあ入れ替わってワンピー側が小江戸さん、体力差をこの時間で取り返すにはちょっと無理をしないといけないが、さあ厳しい、おっと最後はさすがにといった感じ、1ラウンド目を取ったのは小江戸さん、
テンキャンサマー、あーここだとサマーで割りに行ったが手を出していなかった小江戸さん。さあ続いてワンピアに入るのはネロさん、これもガイルですね。ワンピー側濃い紺色っぽいガイルがネロさん、 2P 側の青いガイルが小エドさん。さあムーさんからなんかネロさんに応援が入ってますね。おごられくんもあるとよかったんですが残念ながらおごられくんはない。ちょっと体力差、そうですね、投げが6回ぐらい通ればまずは小江戸さんが1本。さあ打ち合いは互角、チラシファーストアタック取って、おスタブも入る。このラウンドは今ネロさんがいい感じ、半分持ってった。さあちゃんとリフトも出ている、壁端まで持っていって、さあ今度は逆にネロさんリードで時間が減っていく。きっちり打ち取って、さあおっと、最後はちょっと危なかったが投げてネロさんが1本取り返す。さあファーストヒットは小江戸さん、ソバット内野手、内野手、さあこの試合は内野手がよく入る。サマー待ち、めくりはガード、てしまう。最後は沖大足。さあ続いて、裏ケニさんですね。四季の細道に初出場の高野爪さん、スザンギすごく応援したかったんですが、さあとちょっと遅いサマー、イバサでもなんでもなかったが、これはどうしようもない。
さあ 1P 側がトモザバイソン、 2P 側がコエドガイル。フォア入れて、おっとちょっと早かった。でかいタンパが当たって最後はヘッド。さすがに2ラウンド目、アイスショットで、あ、入り口が痛い。タンパがでかい。サマが置いてあったが、最後は立ち台パン。さあ続いて歌舞伎くんですね。さあ続いて川勢の歌舞伎くん、バイソン、バイソンですね。黄色い方が友田バイソン、緑の方が歌舞伎くんバイソン。ヘッドで割って、さあ掴む。おっとですね、アントビしても06なのでヘッドが出れば OK。ラウンド目、さあ入れて掴んで、おっときっちり3段掴み返して、アントビっぽかったがクレイジーが入ってしまう。さあ勝ったのはトモザバイソン。続いてニーヤーさんですね。そうですね。さあトモザバイソンに入るのはニーヤーさんの剣。で割ってアントビから鉄板、さあクレイジー使わせて遅らせ、昇竜もアッパーで反応。さあ昇竜入る、ワンチャンあるか、林、最後はちょっと高かったか。竜巻入って、開幕竜巻入るとピオリーチ、さあ掴んだ。となんか知ってるっぽい動き。さあ一回触れば、思い切って打ってみた。さあ無理やり持っていく、ピオル、あった、コンボが昇竜、さあヘッドで割ってクレイジー重ねる。ワンチャンありましたね、コンボ精度が。さあスーさんの S 剣、あ S 流、 S 流ですね。
はい、引っかかってしまう。これはちょっとついてないか。最後はちょっと早めの飛び込みで掴みで KO。 さあこのバウンドはもっと鼻に引っかかる。次に3発食らって、おっと牽制気味の中足にクレイジー、ヘッド、最後は遠目からヘッド。さあ友座バイソンが4連勝中。バルログですね。モザバイソン対ヒカルバルログ。さあテラちょっと置き攻め遠目に落ちたんですがヘッドに稼ぐ。さあヘッド、ヨル、あれレバーが入んない。さあ何かちょっと置き攻めがぎこちなかったんですがレバートラブルではない模様。そうですね、もう、まあまあ、ガードしたら死ぬ体力なので。さあヘッド表裏から、さあ振り向きオア、何もさせない。さあ出し順を間違えた。続いて破天荒さんですね。友座バイソン対破天荒流。足がきつい、足がきつい。力比べをしてもバイソンの方が力がある。削っていって壁から逃がさない。最後はヘッドを置いてある。下がりたくはないがバイソン相手だと気がつくと壁に行っている。さあ逆に持っていく、ファイヤーで竜巻。さあファイヤー。さあグッチさんが超破天荒さんを応援している。あーっと使わせた形になった。さあしゃがみくらいに強引に掴んで友座バイソンが。さあグッチさんの1キャラ目は、ワンピーがトモザバイソン、ツーピー側がグッチホーク。なんかちょっと台風チャンスがあったっぽいんですが、1ラウンド目取ったのはトモザバイソン。さあ投げられて、おっと
お釣り。さあトマホいい感じだったんですがちょっと遅めのクレイジーに引っかかってしまう。さあうねくんですね。さあ友澤バイソン対うねがえる。あの距離からヘッドが当たる。ヘッド。ムーさんはさっきチャットにいましたね。さあガイルはここから遠くからニョイボーニョキッと伸びてきた。掴んで、さあ3まで切る。投げて受け身がない。これはちょっと美味しい。体力追いついたか。あーっと手癖で打ったところにクレイジー。さあ続いてゴーさんですね。バイソン8連勝。対するはゴーさんの剣ですね。さあヘッド。持っているが果敢に打っていくスタイル。ジャックアッパーからのクレイジー。あれは100回やっても100回ぐらい引っかかる。いや98回ぐらい。さあバイソンはちょっと目を離すとなんか体力半分ぐらい持ってってますね。あの距離でもクレイジー間に合っちゃう。勝ったのは友澤さん。これで9連勝。さあ10試合目の相手は浦木二さんの DJ。 黄色いバイソンが、友澤さん。紫色の DJ が浦木二さんですね。おっとめくり損ないで、さあ最後は立ち台形。なかなか渋い選択。さあ中足エアスラ、エアスラ。ダイスラ正面から、おっと途中で切っていく。アッパー挟んだところでヘッドで割る。おっと相打ち取って、どっちか起きるか。どちらも起きないダブル KO。 ダイパン、ピオル。おっとなんか高いんだか安いんだか分かんない。相打ちが超痛い。削り動けない。
さあトモザバイソン10連勝。続いて瀬尾さんですね。さあ2周目の瀬尾さんは確かダルシム、そうですね、ダルシムですね。これはおそらく小高商店さんが見てれば大喜び。溶かして、ファイヤーモード、相打ち、相打ち、さあ相打ちなんだけどものすごく体力の差が出てる。さあケージ持った、また相打ち、なんか相打ち取ってればいいや的な感じで、さあなんでトントル割る、寄って、おっとリカバリーが早い。さあ止まらない。続いてロードさんですね。ロードさんの剣ですね、S 剣、地獄車で刀で運んで垂直、おっと頑張って裏から左足、少し高かったか、最後は遠目のオア当たって、ロードさんがさあ相打ち、ゲーダン、さあ波動、お気に入りがないがちょっともったいないが、さあ打ち、で超いて、さあクレイジー、続いて自分ですね。川島です。さあセロテープ談義が友田君に乱入、さあタイミングくらいだったが、さあ持った、死んだ、さあ談義が万歳して喜んでいる、さあ殴られ当たって攻め失敗、ここにはアッパーが当たる、さあ直接パイルドライバー、さあもうなんとなんかボタンポンポン押しました、ね、さあ友田君を止めたのはスローテープさんぎ、さあ次は千本さん、千本くん、さあ中野勢の千本くん、今日はさあキャラなんでしょうね、フォークかな、さあ千本フォーク、さあ千本くんのフォークも、型にはまると結構ハメの精度はまあまあいい、あとは通常の立ち回りですね、ラッキー戦結構難しいところがあると思うんですが、打撃の当て合いになると、まあ、ショーフォークに分があるのかな、さあダブラリとコントロダイブは相打ちへ飛んでいく、あっとなんとぐるぐる回していた、さあ1本目取ったのはスロテープさんに、
橋当たってさあお互い台足で足が一発が当たってさあ直接台風に行ったところをスクールで返されたさあ浮き攻め失敗あっとこれは何をやっているなぜそこで掴むエステティシャンセロテープですねさあ次あ俺か話も自分でしたDJ 対ゼルさんのザイン。うわー痛い。お、やばい。これ厳しいし。から。さあ川島 DJ に 2P 側のシャルさんの竜ですね。飛ぶと言って飛んだのは川島。数で DJ 負けていない。羽が早いですね。勝利歩き勝利。おっと歩き勝利はなんかニュートラルに入れないと出ない瞬間が確かあるんですよね。さあ真空削ってさあ2ラウンド目飛ぶのか？飛ばない。さすがに飛ばない。空振りに台足。ワンピがレバーおかしい疑惑ちょっとあるんですが、試合は続きます。おいしいのが入って、ノーヒットから最後は前飛び。ファイヤーって言われて踏んでしまう。台足怪しい。投げて真空読んで三段少年サンダーで勝ったな、カシム。さあ、続いてネロスさんの さあ、2P がネロさんのガイルですね。ムーさんはもう飽きて見てないのかな。
サソバット入って、さあ球踏んで、さあ打ち合う、中足ガイル側が体力リード、スラはガードして踏み込んだところに、おっとエアスラ崩って、大パン置いてあった。1ラウンド目はカーシム、カーシムがスラキャンしながらちょっとずつ前に詰めている。細かい、本当に細かい、そうですね。さあ肘、最後は相打ち取ってカーシム DJ、続いて鷹の爪さんですね。さあ鷹の爪さん X ザンギ、相打ちで逃げ大パンで名を逃れる、めぐりキッチガード、台形のめぐりガードしている。さあトマト当たって、おっとスラ対空失敗、めぐってボディが、さあマシンガンこすって相打ち取りに行こうとするんですが、おっとフラッパーで運んでダブラリー、逃がしてたまること追いかける。さあソバットスクリューですって、ダイヤシン、さあ寄らない、かなり歩いた、どうする、めくりダブルに出る、しかも最後ダブルに歩いて突っ込んだ。勝ったのは鷹の爪さん。さあ続いて小江戸さん。ベガは小江戸さん、スーピーが高松目さん。さあこの色を見るとミューベガさんを思い出しますね。さあうまく逃げて、いやなんかそれなんかコンボにならなかった。怪しい、最後は相打ち、さあ1ラウンド目取ったのは高野剛さん。スクリュー端まで運んで、さあ逃がし切ってからスライディング、さあダブラリ、最後わざわざゼロドットわざわざ、
さあ歌舞伎くんさんは S バイソン、これはちょっとかわいそうな感じ。さあ無理やり掴んで、さあ逃げた。ダブラリがどうしたらいいのか。おっとピヨンなかった、これはちょっと浮かないか。タッチスクリューから画面端でアン飛びからスクリュー。さあこんなに頑張ってもダブラリが、そして一度転んだら、さあ怪しい、フォア打つのも命がけです。めくりからピヨって、4段だが生きている。さああるのか、さすがに。続いてワンピー側はニーアー先生のオンダ。さあオカマから頭突き削って、百裂がおっと膝が入る、あるのか。さあ鬼無双ちゃんと待っている。ダブラリ出ていたが、さあはめる、ひらひらして3段入れて、膝が入ったがためがある。膝スクリュー、あーもう一回スクリュー、高めボディからスクリュー、やったな高野さん。続いてスーさん、高野爪さん苦難が続きますね。ホンダに勝ったら次はダルシム。さあスライディング、左系、さあエチ、さあ今のところダルシムにミスらしいミスがない。さあ安定している。さあ1回ワンチャン、最後は起き上がり技が重なり前なので思い切って逃げスナイパー開幕。さあ1回吸ってヒット、さあアルマは持っていきたかったところですが、の下だ今度は、おっとすごい距離運ばれた。スラ対空がちょっと遅れて、さあ開幕ダブラリ、さあ2段、あ1、2、3、さあちょっと慌てたか、つながっていなかったが、鷹の爪さんがオンダ、ダルシムと下して、続いてさあさあ試練、最近始めた竜でザンギに勝つのはなかなか
上がりまして FAB。 さあ開幕飛びが通るがワンヒットでなんとか、おっと回されてダブラリ、さあ波動で無理やり押している。あ、最後は昇竜空振りに空中でジャンプダイパン。さあ次は破天荒さんですね。ワンピー側破天荒さんの竜、さあいい昇竜拳、ちょっと起き上がり3段でピヨって、おっと、さあこのミスがどう出るか。ジャンプダイパン長かった。ファイヤー波動溶かして膝からスクリューダブラリーファイナル。さあ続いてグッチ先生のバイソンって書いてありますね。続いてグッチバイソン、さあスクリュー1回目方向してバッチリ、オアオアで、さあ先端重ねが残機はちょっとめんどくさい、止まらない、オアオアで、まずはバイソンが1ラウンド。左足、おっとダブラリーアントビスクリューちゃんと後ろに飛んでいる。さあ掴んでヘッドで割る、ダブラリー、オア、オア、さあバイソンが半分ゲット、おっと今のもったいない、リバーサルだったんですがグッチバイソン勝利。さあうねくんのダイブですね。今連勝数1位が友田さんのバイソンが12勝で、2位が中野爪さんの6勝ですね。さあダイパンでピョル、1、2、おっとちょっと安かった、球踏ませてヘッド、さあ置き攻めで、最後は出なかったか、狙っていた感じだったんですが、まず取ったのはうねくん、開幕サマー、その後にバズーカ、かなりアグレッシブな感じ、
ダブル打ってみるが、おっと、ただ安く済んでいる。裏落ち下段。オア、オア、3回目はガード。垂直から、さあ、台足。さあ、リードしているのはガイルだが、これは見てからクレイジー。さあ、グッチさんが7勝すれば決勝ですね。ゴーさんの剣です。ヘッドで割って竜巻、ヘッド、あ、重ねて、さあ振り向きクレイジー、ダイエストオアの相打ち、おっとピオル、かなり安い、正面から行ってみた、オアが入って最後はクレイジー。さあ裏切りさん、裏切り DJ、 あ、ちょっとというか、かなりというか高かった。1ラウンド目はさん、さあ、逃げジャンプにアッパー当ててさ、こっちで掴んで裏から2ヒット。1P 側グッチバイソン、 2P 側が瀬尾さんのベラですね。すごいゲージを貯めてますね。さあ掴んで、裏からコンボ寄らなかった。さあヘッド、バイソンでめくるのがお上手な感じ、かなりめくれるんですね。さあヘッド、さあダブルに入って正面から削って、
げる投げる、さあデビルリバースリビングさあ、中央足こすってデビリバーつかみっぽかったんですが、上り中継、おっと珍しいコンボ、さあゼロドットどうする、おわ入る、ワンチャンあるのか、おっとなんと前から行ってみた、最後最高というわけで、1位が友田さんのバイソン、2位が鷹の爪さんのザンギですね。じゃあ川崎です。決勝は 1P 側が、連勝数2位の鷹の爪さん、 2P 側が連勝数1位の友田さん、ただ組み合わせ的にはさあ、ヘッドで割って、よし、さあこれはとっと、さあまだオーが入る、はい、よし、最後はザンギが残した、よし、よし、さあスクリューでしゃがみくらいだけどまっすぐスクリュー、さあ1試合目取ったのは鷹の爪さん、さあ2試合目友田さんが色を変えてきた、スクリュー、さあスクリュー、フォア入れて、ネット、ダブラリー、林、まっすぐはめて、さあ影の井からはめて、さあ掴んだ、ダブラリー、掴んで、さあ重ねたがリバーサスクリュー、さあ鷹の爪さん2連勝、このまま決めてしまうのか、さあ、もじってスクリュー、膝からスクリュー、さあ、できるパンチで、
あ1ラウンド目呼吸を掴んできたか。怪しい、アッパー、いい感じですね。相打ち、はい、さあ立ち台系、おっと、さあ友澤バイソンが1本取り返す。さあ4試合目、友田さん側はグッチさんがなんかアドバイスをしているので、これも高野爪さんのアドバイスしたいんですが、さあ台足ヘッド、さあ立ちくらいからスクリュー、安全重ねは、さあ残っとっと、さああるのか、地獄好き置いてある。さあ高野爪さんリーチですね。フォア、フォアが入って立ち台系、立ち台系、さあバリアバリアで台足、最後はすって、勝ったのは高野爪さん、おめでとうございます。さあ高野爪さん、爽やかに握手を求めに、あ、優勝おめでとうございます、なんか一言。あ、すいません、今日関西からお邪魔しました、あの初めて式をお伺いしたんですが、皆さん強くてすごい楽しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで優勝はなんと初参加でザンギフで優勝の高野爪さんでした。おめでとうございます。じゃあ、この後も、楽しみの方楽しんでいってください。あまりクレジットどんどん使ってもらって構わないので。お疲れ様でした。川島です。今の試合やっていうのは、先ほど
勢ですね。大阪の三大残業、なんか残業自体が多いんですよね、大阪は。まあ、その中でもかなりの強豪、中野爪残業。さあ、今龍は破天荒さんの龍でしたね。さあ、シャル君、シャル君が座って、さあ、おわおわ、ザンギバイソン。さあ、これはザンギがちょっと有利なんじゃないかと言われてるカードですが、さあ、私のザンギは全くバイソン戦は分かってません。さあ、この5番手ね、影縫いをしてバイソンを下がれないようにして間合いを詰めるという。フォアを止める場合に常に陣取って戦う。さあ、ダブラリやったところにしゃがみライティング。さあ、ゼロさん、あと話しましょうよ。ガニバイスについて、ああ。ああ。ああ。あ、セロテープです。こんばんは。俺バイソンってすごい下手くそなんですけど。俺も下手くそですよ。前うまいですよね、前管理が。とても。中野爪さん、はい、そうですね。これ言わなかったらなんか俺がやってる風だからなんか俺がこれは、セロテープ残機ではありません。中野爪さんです。はい、なんかめちゃめちゃうまいですよね。うまいですね。なんか立ち台球とか置いてましたよね。立ち台球ね、あれね、あれはアッパーに勝ってましたね。あれもでも間合い間違えるともちろんね、下段に普通に下がったりするから。ラウンド1、あの立ち台キックちゃんと見てからやって置いてあるんですよ。なんか空振ったりしてなかったら見てから風なイメージ。見てから風。さあ、例えばボタンを押すだけといってもオア早いんでね。確かに。でも反応するのはすごい難しいと思うんですが、さあ、ここから間合いを離れさせないようにして、さあ、この嫌な間合いをキープする。確かに置いてましたね、立ち台形。ああ、そうですね。パンツのところにグランド。さあ、飛んでった。あとやっぱ膝の飛びが多いですね。膝、あれバイソンがあれか、しゃがみアッパー、グランドアッパーとか、グランドアッパーか。ちょっと気まずい。さあ、下がれない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 。影縫いしている。こうなった時に俺ダメなんですよ。わかります。あれ、盛りオアを食らわずに滑るの難しいですよね。はい、さあ、一回あってガードしちゃうとね、こうなっちゃうんですよね。さあ、かけねえかけねえ、当たった。膝で飛び込んでますね。ねえ、膝と、あとやっぱ影縫いしながらいいとこまで踏み込んでからの飛びと下段の角みたいな感じなんですかね。これしかも相手シャルさんですもんね。そうですね、シャルバイさん。すごいな。かなり強豪ですね、シャル君。開幕ダブラリー。アッパー入れて、俺もたまにやるんですよね。なかなか当たんないですね。しゃがみくらいからヘッド。しゃがみくらいはでもなんか打ててもスクリューいってることが多いですよね。パン。いて、これはうまい。もう多分踏み込みでスクリューですよね。ちょっとバニッキー。なるほど。
ックで回ってるからクイックだとあの辺暗いなってないからしゃがみチューパー当たらないです。もうクイック使ってクイックの終わりにダイヤ足を置いたりナチコパンを置いたりしてますよね今みたいな。あ今やってますね。あっと死んだか。ヘッド待ちしてある。ダイパンを読んだ。ダブラに当たらず。おーうめえ。あそこからあーいを詰めてしゃがみ中盤スカッタのこのスクリーン。5パン減りますね。確かに美味しい。ダイパンと相打ちでも5パン2発分くらいですね。いいやんか。あーこれは食らってしまった。今多分中キックじゃなかったんじゃないですか。飛び込みが中パンとかじゃないですかね。中パンでした。あれ中パンってなんか変な肘が曲がってるブーメランフックみたいな。あ、そうか。でもあのグラフィックは K。 そこそこダブラ出したりもしてるんですけど、あ、ちょっとなんか S 残機ですね。これは狙ってましたか。間違えた。これは S 残機のクイックダブラには多分シャガチューとか当たっちゃう。あ、違うのか。ですね。戦列とかも返せないし、ね、はい、フライハンドデカめなの。あ、でも今スカッと今スカりました。これなんかあるんですかね、メリット的なもの。あー、なんか強いんでしょうかね。膝のなんか立ちスキルの精度とかぐらいしかなんか設定が違ったりするんです。うわー、まあこれはしっかり能力反対。このリバーサダブラリって別にしゃがまなくていいですよね、はい、パチで出していいんですよね。まあ、相手の飛び込みだったら引きつけないといけないけど、リバーサダブラリには、まあまあ、はい、リバーサだったらそのままある、はい、ダブラリ結構出すな。これあれダブラリやると、はい、グランドアッパーで3段もらってアッパーグランドアッパーそんな感じですよね。ダブラリ出てもダメです、はい、逆にダブラリ打たせて何かやるっていうスタイルでよく俺は負けちゃいますけどね。ダブラリ打っちゃった。あ、うまい。直接スクリュー。俺はあそこ台足にしちゃうな。どっちがいいか難しいですよね。場所と体力いろいろ相談して。まあそうですけど、やっぱ体力あるうちは継続した方がお得な気が。ただバイソンにスパコンがなくて、はいはい、あのバイソンが転んだときって置き攻め、ね、残りがミスらなければスクリュー確定ですよね。そうですね。しゃがみくらいも今台足刻んで。そうですね。下げ身から踏み込むか膝で飛ぶかの2択っぽい感じなんですかね。あとは5番、5番連携アンジャンプしますね。しますね、はい。これ連携アンジャンプ下手くそなんですよ。下手くそって俺も同じ。ほぼできないに等しい。ほぼできないに等しい。あ、惜しかった。あバックジャンプコマン。しゃがみ大キック。シャグさんがいい感じになってきましたね。シャグさんがちょっと間合いを管理されなくなってきましたね。下抜い大事なんですね。新しい動きが。今シャルト何やってるの。なんか パンチ系なんかちょっと見えてきますね。アッパーがあー、ラッパーですね。飛びたいところに置いてあるんですよ、こうやって。まあでもバイソン側としてあれが使ったら実はちょっと危ないんですよね。ですね。なんとつかむ。ダブラリーがね、初段は強いんですけどね、2段目が弱いんで、あえてですね、あと後ろ向いてるとつかまれちゃう、はい、龍拳ぐらいの足の反射があればつかめたりするので、おっ、あー、うまい。加減にしながら、内足ガードさせるとこまで踏み込んでるから、すごいですよね。
ダイエット、今ヘッド出てましたね。おっと、っおーっ、しゃがみ中キック、うまいなぁ。さあしゃがみくらい、ダブル怪しい、怪しい、もうよくガードした。さあバイソン前が難しい、前だ、あっとこれで随分楽になったか。さあスパコン溜まってるのかな、ちょっとゲージが見えないですけど、おお直接ヘッドスクリュー、あの前、今は投げ返せない前でしたかね。そうですね、かなりきっちり。暗い投げで体力残ってればギリ投げ返せるかなぐらい。あー前に歩いてですね、まあ、暗いクレイジーとかやってたのかもしれない。やばい、そんな、そんなやばいこと間に合ってなかったのかもしれないね。さあ、スー君のダルシム、まあ、これダルシムは負けるわけにはならないですね。しかし、この娘さんはダル戦でもワンチャン持っていく力があります。さあ死んだ、研究したい。これは逆に川島に聞いてみたい。はいはい、これはですね、はい、ファイヤーはまあそこまで多く打つ必要がなくて、牽制だけ見せといて、あとは手足を伸ばして体力奪っていく感じですね。絶対とんでも何しても当たんないとこだけ打っとけばいいぐらいですか。そうですね、この遠い前だったら何でもいいんですけど、何やってもいい。ここまで要は何しようが絶対大丈夫な前だけ打っといて。そうですね、あの遠い前では別に、はい、まあ、立ち大キックとか中キックにダブラリ当てられるのはちょっとやばいんですけど、はい、この大キック今食らったところで、まあ、アメに完全にいける前ではないんで、ダイエット、あー、ああ、トビーしっかりシール、ああ、いいですね。あれはもう用があって逃げるしかないですね。テレポート、そうですね、テレポートが出る人と出ない人で全然試合が違いますので、ね、まあ、まあ、どこで出すかにもよるんですけど、ちょうどこう、ザンギが飛んできて、まあ、キック系をガッてガードして、次なんか刻んで、次にテレポとかやると、ちょうど相手がスクリューを出してると、スクリューのスカリーモーションが出てるんで、結構裏の結構近いところに出ちゃったとしてもまだ逃げれるタイミングである。おお、投げ返した。さあ今のドリルうまいですね。あれは返しづらいです。全然開けないですよ。まあ、近寄らせないことですね。で、飛びを一回も通してはいけません。飛びだけは通す、飛びはダメですね。 100% 相打ち以上で返す。じゃあこの前はやばいぞ。あると、あ、膝使えるな。膝もっと使おうかな。膝の先出しはね、やっぱ結構ダルシム側にプレッシャーを与えるんで、策を間違える可能性があるんですよ。次は空振り踏み込んで大足踏みガードまで持ってきました。おっと、おっと、身代わり早い。で、あのショックばっかりに頼ってるとダイエットを多分そのうち食らっちゃう。あれもね、たまに食らいました。今のフライングパワーボール、スクリュー入らねえだろっていう前から垂直ジャンプタイプ。今見ていた。さあ、さすがにスーダルシムが取り返して、さあ、高野爪さんは両替してます。両替ですね、やる気勢ですね。さあ、ダルシムは多分残機やってると分かると思いますが、かなり温まります。なんだこのヨガヨガ言いやがる。開幕
ったが、あ、ピオラで、あれたまにスクリューでもピオラですよね。狙うときは弱で出して、あの耐久時間短くすれば。あー、なるほど。ウィッチは一緒なのかな、リセットがかかる時間が短縮されるから、たまにスクリューピオが。おー、ジャンプキック、ああいうの通しちゃいけないですね。あれ間に合いますよね。そうですね。ダウンからのショードロップキックはギリチョップが出て、重なってなければチョップが勝つから、ね、さあ関東勢意地を、破天荒龍が、あの飛びは多分ね、ダルシモ側は立ちコキックか立ち中キック、はい、で、まあ、相打ち以上で落とせるんで。なるほど。ガードと一方くらいさえしなければね。そうですね、全部が全部5番に頼ってしまうと、まあ、なってしまう。さあ、破天荒さん、さあ、龍残儀といえば、と中足空振り、楽しいガードですか、おつまぎ、5番からのレッキャンジャンプ、落ちてしまう、下がれないんですよね。これやっぱあれですね、立ち台系振ってくる竜がちょっと見えないと見たらば、コマンド入れずに立ち台系で相打ち印象を取ってくる、はい、ネクさんのが上手いですよね。お手軽ですね。でもあれはダイエットできる場合もありますよね。そうですね、一応なんか関西のザンギ界の人は腰が低い方が多いですよね。なんか関東のザンギはなんかちょっとずうずうしい人がいるような気がするんですけど、長塚さんもなんか1試合終わるたびに立ち上がって挨拶してるんですよ ね、やらなきゃいけない。こっちに来た時だけかも。なるほど。さすがに風に無勢的な。さんは関西に遊びに行ったことはないですね。X ではないですね。行かないんです。あっ、あの先出しのプレッシャーに負けちゃいけない。さあ、秩序を打つんだ。はい、レクエナップ、はい、いや出ないことないですよ。ただ後ろに下がれなくてガードモーションが出ちゃうんで、キンキンは後ろに入れても、下がらなくなってガードポーズになっちゃうけれども、技は何でもできない。あれ多分ワンでニュートラルで、あ、そうですね、ちょっと頑張ってれば、多分コパンを出した時にニュートラルであれば、次飛んだ時に動ける、すぐ動けるはず。まあ、ただニュートラルにしてるとね、普通に前歩いてダイヤショットが違う可能性もある。確かに。ハメキャラはどうしても下がりながら、ね、そうですね、ハメキとかガエルとか下がりながらフォアウトしたいから。まあ、もうその前にしないことですね、おそらく。なるほど。立ちます。もう球持ちキャラは球を打って、あとは通常技ら牽制し、球を打つふりをして近づかせない。であとは前歩いて中キックなり大キックなり差し込んでいかないとガンガン来ますよ。すげえ、飲み込んで一文字全部ガードしてるな。今の連携やばくないですか。うまいな。地獄突き刻んでガードしたらそのままメインキャンジャンプして膝から FAB。 あれはちょっと神経線的に、ね、かなりガードに入れがちな場面ですからね。さあ、波動拳、波動拳頑張ってるが、画面端、実は剣の波動拳ではめるのがきつい。ダンギ飛んでいく、
はい、後ろ飛んでいる。すごいな、早め先落ちからの壊し FAB、ね、ジャンプダイキングで透かしてからの壊し入れしたか、壊し入れてましたね。なんだろう、こいつちょっとアントビどころかめちゃめちゃ早いんじゃないの、投げちゃえばいいかと思わせて下段入れてあるみたいな。あれ俺ね、誰しもやっててね、ブランカーで食らうんですよね。ブランカー飛んできて、だ誰も…はいはい、こいつちょっと早く、重ねるの早くねみたいな。いや、早くないんですよ。小刻みにアントビーぐらいのタイミングで飛んできて、ジャンプで何も出さないで、しゃがみ中キック、中キックローリー、キーオーリー、すかしげだ。そうですね、ガードするしかないキャラは、やっぱり多少食らいがちになりますね。そう、対空がないキャラはね。開始。これ剣で、はい、ジャンプコパンとかで飛んでくるじゃないですか。はい、それを見でしゃがんでるとスカルで見つかりますよね。ショーパンはなんかね、8分の5が当たりで8分の3がスカルのかな。変な話を聞いたことある。なんだそれ。よくわかんないですけど、100% 食らうわけでも 100% スカルわけでもなくて、確率らしいですよ。あ、そうなんですか。なんか竜使いに昔聞いた覚えが。よく新屋さんの剣ってやるんですけど、はい、ジャンプコパンとかで来た時はしゃがみコパンでペシってやると帰るんですけど、はい、それ読みの今度ジャンプダイパンとかに帰るんですよ、はい、そうしゃがんでると食らっちゃうんで、もうジャンギが焦げて剣が飛んできた時はその2択ですよ。しゃがむかしゃがまないから。そうそう、知るか知らないから。普通にダイパンを読んでればダブラリで、ユニバーサルダブラリで返すんですけど、ダイパンって書いてます、前によりますけど、めっちゃ高いやつはダメですけど、ちょうどいい高さのアントビのタイミングではダブラリーをベーシックにいけるんで。なるほど。これは出川声動、はい、これが話したかったのは、その、はい、そのジャンプコパンかなんかを透かして、はい、残念は何も出してなくて、しゃがみ壊しダブラリーかなかなんかを誰だっけか、コニさんか誰かがなんか やってたらしい。それダウンしてね、めくりに行けるぐらいの。はい、これしゃがんで透かすと大体ストマックフローだからな。そうですよね。ボタン1個だから簡単なんですよね。しかもね、投げ返しも、投げ返しの受け身もね、取れないね、つかみ系は。やっとついてる。うまいな。さあ、メガが、もうね、もう死ぬまでカニですね。今はね、めくり入ったんですけど、ボンボが繋がんなかったのは、ちょっと悪かったな。シューキックのカニ、処理すごい難しくないですか、ザンギ。飛んでいくよ。うまい。中キック、しゃがみ中キックスクリューですよね。そうですね。あ、小なのか中なのか。ちょっと音がよく分かんない。音キックは今多分中っぽいんですけど、多分ね、中だとタイミングがずれてて、カメキャラだと、こう今例えばダブルに入れてたとしてもタイミングが合ってないと出ないので、カメキャラにはね、結構有効な連携なのかなと思います。5番か中キックか。そうですね。出なかったのか。おっ、今すげえ当たり方しましたね。今ストリッパだった。マジか。レコイ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 、なかったのかな。レコレコ。さあ、小江堂さんの目がかなり強いはずですけれど、やはりザンギベガはワンチャン、ザンギがね持っていける力がかなりあるんで、どっち有利だと思います、セロさん。え、ザンギって言いたいんですけどね。俺もちょっとザンギじゃないかなと思いますけど。お互いを健闘を抱え合ってますね。小色
ロさんがペコリと言っていたいんだけど、なんか負けるときは、ええ、カニで何にもできないで負けるのと、あと転んで負けるのがあるから、あとあの勝ち回りは相当目が気使わなきゃいけないから難しいんじゃないかな。ザンギーにこう、ザンギーダウンさせたときですね、ペラがダウンさせたときにジャンプ大キックでめくってくるんですよ、はい、トモザ君とか、はい、まあ、他の強いベガちゃん、あのジャンプ大キックが本当に返せなくてダブラリアルになって、でガードも触れるというか、やばい、これがね、ワンチャンで死ぬ可能性持ってるんですね。アイアンクロー、この竜は強さですね、鉄の爪、アイアンクローは鉄の爪です。フリッツフォンエリック、高野爪さん、うまいな、やばい、今なんか見たことあるか、誰か浜松さんかな、波動を重ねからジャンプ勝利で難しかった、うまい。さあカップ瀬尾さんの竜をちょっと久しぶりに見る、そうですね、ちょっと前竜でしたもんね、もともと竜使いだった気がするんですけど、あれやっぱタクになってるんですね、あれと小系のやつ、今の雷系タイプ、あれが嫌なんですよ、ね、このエンカルの方向性がね、怖いなぁ。さあ、瀬尾くんの竜が高野爪さんを血だらけにしていく、時刻は11時、さてそろそろ我々も野試合をやりますか、そうね、すみません、実況は以上です、ありがとうございました。Yeah!
信はここまでにしたいと思います。長時間お疲れ様でした。また来週もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。 Round 1, fight!